第4クォーター最終クォーターが始まりました。筑波大学がボールを運びます。菅原左にストロングサイドを作ります。ここで青木からあっと外からシュートを打ちましたがこれは短い。ここで中村が一旦後ろに下がります。81番の後藤が入っています。ここから仕掛けていこうというところ。おお、熊谷がさあレーンが開いて外へ出たーっとこれは読んでいました。そのまま走っていく菅原、体をぶつけてファール。菅原に対するファールです。今のですね、はい、こういうのが出ると筑波のペースになると思う。そうですね、うん、勝つためにやっぱりこれを多く出したいし、こういうターンは良かったですね、はい、もう絶対出ないところでしたね、今牧君ですね、はい、牧から走っていってここを体預けるような感じですがちょっと後藤が触ってしまいました。うん、入れたいですねこういうフリースローはね。2投目は決めましてこれで4点差。ここで選手が交代してビリシベが入ります。後藤に代わりましてビリシベです。僕は彼がキーパーソンじゃないかなと思うんですけどね、おっしゃってましたからね。ここで中村博夢がボールを運ぶ。ビリシベがいた。ビリシベ取り返した。ビリシベ取り返した。これも狙った。これも狙って牧が行って。ターンオーバー連発で牧が決めました。これで2点差。いやあもう塚本さん全く分かんなくなりました。はい、まあランニングでこう来られると筑波のペースになりますからね。今入りとしては筑波がいいわけですね。はい、第4クォーターね、はい、ビリシベ君がキーパーソンと言ったらそこを狙いましたね。なりましたね。はい、中村ゴール下合わせようとしたがこれはボールは大東文化大学ボールです。こうなると一人一人に対するメンタルのプレッシャーってかかってきますからね、はい、これはよく帰ったんですよ。それ手出したんで、ここからですよね、パス ね。ここねもう狙ってましたから牧がね、ゴール下合わせか。こちらにファールもらう。こうなった時の熊谷持ちラインっていうところをそこなんです。もう寄せてもいいから行かせない方がいいですね。それで他のプレイヤーに打たすというのをやるとこれね、ここに入られちゃうとね、もう体に幅もありますからもう当たっていってももう本当に軸がぶれませんでしたね。そうそうそう、それでまあ今画面の手前の方でやられてしまうと左が外側に出るんでね、左の、ね、シュートが上手いですからね。カウントワンスローは決まりませんでした。52対48。また高いところからプレッシャー、はい、あとダブルシミダブルシミた危ないですね。ボールを取り返す森下から牧が中に入ってエルボー、あーシュート決めました。ここは牧の個人技。88番の牧隼人、福岡大学大濠高校出身。またローポストにボールが入りました。ここ森下、これはもちらみ4つ目ここですよね、この後です。両チーム選手の交代です。筑波大学65番玉木、まあ取ってもいいし取らなくてもいいっていう、はい、微妙ですか。微妙ですね。ただ肩で行こうとしているのはもうちょっと、ここは僕メンタルコントロールだと思うんですよ。はい、ここでやっぱりぶつかりいくと分かっていくのはダメですよね。ここでジェンアビブが入りました。モッチラミンは交代。こうなるとちょっとやっぱりオフェンスの、はい、あのあれですね、まあ、得点力落ちるので、逆にこれ筑波にチャンスが来たと思うんですよ。です、ね、はい、逆にこれ大東が潰せるかですね、はい、ほらビリシベト、あ、うまいですね。これは歩いてしまいました、はいはい、トラベリングですね。ここ今ビリシベが増田についていました。このマッチアップ面白いですね、はい、前半からそうなんですけど、ビリシベくんついてなかなか動きづらそうなんですよ、読んでるんでね、はい、ビリシベと増田のマッチアップです。こちらがモッチラミン、ファールが4つ、ファールトラブル。ここでパスを渡しまして、ここで奥住がゴール下に入れてファール、これは大きいカウントワンスローねえ、今のは大きいですね
得点力が落ちるというのは悪かったですね、これね。これ低いんですね、シュート打つのがね。そしてここは筑波大学がどうやらタイムアウトを取りました。ですから、はい、ここがやっぱり西尾君のタイムスケジュールっていうのはうまいんですよね、なかなかね。ここでカウントワンスロー、ジェーン・アビブ。おお、決まらない、リバウンド。あ、リバウンド取った。リバウンド取ったのは筑波大学7番の青木です。ここで熊谷君とモッチョを下げてるわけですが、ここを逆転したいところですね。あ、松田が来ない。ここ逆転したいでしょうね、筑波ね、はい、今こう押せ押せだと思いますよ、筑波、はい。フリーで打ったんですが、増田のシュートは来ませんでした。雨谷、大東文化大学。ビリシベがボールをもらう。ラインができているか。ターンオーバー。これはターンオーバー。お互いに、これも狙う。筑波のやっぱりガードが安定しないですね。外からのシュート来た。外からのシュート来ました。88番の牧。牧ですね。はい、これで54対53、1点差になって、今度は大東文化大学がタイムアウト。一つこのジェーン・アビブのプレーというのも鍵になってき きました。なりますね、あとはビリシベ選手と松田選手のワンオンワンというところ ね、ここは熊谷が、今牧が熊谷についています。ここでうまく変わって世代でフリーになって、コップフェイクから外からのシュートが来た。奥積み熊谷君が入るとこうなるんですよね。なるほどね。うまくやっぱインサイドいないところをノーマーク作れるんで、はい、ボールは後ろを回して青木、青木から中央、菅原、菅原から増田に入ります。増田からゴール前に玉木が体を入れようというところ、もう一度ボールを回していく。今のディフェンス見たら、はい、アビブのところ入れてもいいですね、これ、はい、ここで、あっと、玉木、入れたい。もう一度ボールは筑波大学ボール。よくトラベリングしなくて玉木シュート打ちましたね、はい、今ね耐えました。65番の玉木。僕ね、玉木君のところ攻められるように見えますね、今。あ、そうですか。あのジェーン・アビブのところで、アビブのところ攻められますね、これ、はい、そこに玉木にボールが入りました。マッチアップはジェーン・アビブ、周りを見て渡して、牧が今フラッシュさせました。ここで中に入って苦しい体勢。おっと、このリバウンド、リバウンドはジェーン・アビブ。ちょっと今苦しい体勢になりました。ちょっとね、はい、マイク今無理しちゃいましたね、今ね。57対53、まもなく残り時間5分を、半分を経過しようというところ。青木、ファールか。熊谷がファールか。いや、ファールじゃないですね。ファールじゃないですね。ファールじゃないですね。ただ、いい仕事してますね、青木さん。いいですよ。これはあれですよ、千葉インターハイでベスト16で、ホストの一番なんですけど、あの熊谷君に負けたんですよね、前橋君。そうなんですか。今やり返してますね、今ね。時代4年ぐらい経ってんですからね。アンダー18の代表にも選出されたことがあります、青木。わあ、うまい、ね、ここがうまい、うまいこと。やっぱり増田君とかね、やっぱり玉木インサイドのインサイドもやっぱ筑波の方が持ってるかもしれないですね、ここね、はい。57対55、ワンゴール差に迫ってきました筑波大学。ボールは雨谷から奥住、ジェン・アビブをスクリーナーに使います。ここで割って入る、ね、これはファールとなりました。もらいに来ました ね、そうですね、今もらいに行った感じですね。もらいに来ましたね、今のは打てる体勢じゃないので、はい、ここで入っていくということはもらいに行くことと、多分ね、今奥住がアビブの動きを見てましたね、今ね。あ、そうですか。アビブが早ければ浮かすっていう選択肢もあったんじゃないですかね。残り時間が間もなく5分。これはどう見てもフリーそうですよね、はい、うん、これはどっちなんでしょう。あ、このレフリーがもうちょっと明確にしてほしいですね。今のは フリーそうですよね。どう見てもフリーそうですよね。そうですね、そうですね、フリースローですよね、今の、はい、今の形で行くんであれば、そのシーンです。ここで奥住側、あ、ボールをね、もう最後シュート打ってますね、シュート打ってますからね、はい、奥住、いいですね、まあ、先ほどスリーポイントも決めてますから、はい、決めてます、奥住正人、招致深谷高校出身の4年生。
筑波大学のキャプテンの畑とは、まあ、高校時代ね、チームをね、お互いに牽引した2人です。それが敵味方に分かれていますが、また少し縦ちょっとこれがね遅れるんですよ、プレスをかけられただけで、はい、だからハーフコートを重たくする要因というのはこのプレスをかけた後ですよね、はい、ここでミスマッチ、ミスマッチになっています。ここでミスマッチになっている。増田がファールをもらいました。お互いでここであれですね、タフにやっぱりファールをもらいに来てますね、はい、個人ファールは2回目です。このシーンです。59対59、残り時間4分43秒。もうそろそろ日曜ヘッドコーチの方はモッチを戻すというのが頭の中よぎっているとは思うんですよ。タイミングとしては3分入ったぐらいに開けたいはずなんで、はい、2本目も決めまして、また2点差。このワンポゼッションずつのオフェンスっていうのは重要になるかもしれません。そうですね、これを筑波に取られると、あっと、はい、おお、ビリシベ高いところが位置をかけて、熊谷がいた、パスですが、カットボールですね、カットボール。筑波の選手の手に当たっています。この辺がやっぱりアビブではなかなか取れないと思いますね、はい、ボールは大東ボール。おっと、ゴール下、ああファールです。これはファールです。その後はカウントになってないと思いますね。アメタニに対するファール、あそこが開くのはダメですね。ここが開いてしまって、ここですね、個人ファールは1回目です。まあ、ある程度フリーに打たすぐらいだったらもうファールでもというような感じになってきますね。それはありますね。よく決めましたね、はい、雨谷義樹、富山工業がウィンターカップ初出場した時のエース。2投目は決まらない。これでワンポジションで同点できるんで、はい、で増田から牧、牧から中央、菅原です、ね、です。そして玉木がいるが、玉木ここはワンワーと、あーあー玉木のファールか。まあその前のトラベリングとってもいいぐらいですね。かなり動いてたんで、はい、個人ファールは3回目です。あそこは塚本さん、ボールをインサイドのところで僕は持って、あそこで あそこよりもポストアップで十分だと思うんですね。あそこでポストアップ、ドリブルダウンをしてインサイドを入れてあげた方が玉木は攻めはずやすいはずなんですよ。なるほど、ね、アビブに高さを感じないです、あんまり、はいはい、ちなみに身長は2メートル、まあ、これは公式ですが2メートル、多分飛んだら玉木の方が上に行くんじゃないですか、ね、あジャンプ力ありますからね、これで6中1対57、これでワンポゼッションに逆転できなくなりましたから、あともうちょこっと、はい、あれですね、ラミンを、持ちラミンを休ませられますね。2投目は決まらない、4点差。ボールを取ったのが増田。本当だね、6点差できたところなんですけどね、この差であればね、はい、今増田が手で指示を出しました。ここに青木がいます。青木、ボールは中央、玉木から牧、あーと、ね、これはジェーン・アビブのファールです。ディフェンスに非常に問題があるので、やっぱり手が出ちゃいますよね、やっぱりこういうところも足がちゃんと揃っちゃうんで、なるほど、足が動かせないんですよ。だからカットで玉木君が行ったらもうリング下残ってますから、ここを攻めていくとファールをもらえるんじゃないかと思いますね、はい、ボールは青木から増田にボールが入ります。ビリシベがついている、おっと戻して菅原、青木のジャンプシュート、苦しい体勢になった、合わされましたね、完全に、はい、リバウンドは雨谷、大東文化が取っています。ここで奥住抜けて戻す、ここで熊谷が中央からドリブル、うまいんで ねうまいですからね。あとに牧がついているが、ここはふわっと浮かした、これはボールは出しましたね、玉木君ですね、はい、筑波大学選手の交代です。ここで青木に代わりまして選手が交代します。27番を使って、そうですね、山口が入りました、コートに戻りました。そして持ちラミンですね、こう勝負ですね、
いよいよ勝負です。残り3分30秒モッチラミンと玉木。だから本当モッチのマインドコントロールセルフコントロールできるかですね、はい、5つ目のファウルダメですから絶対、はい、ボールは熊谷、おっとショーディフェンスにいったがファウルはない。もう一度ここは熊谷、熊谷と牧、ジャンプシュートはこれは来ないよ。リバウンドモッチラミンファウル、ラミンに対するファウル。これがモッチの強さなんで、これがやっぱりインカの時も出ましたよね、はい、打てばモッチのところがやっぱり2人いても取れないんでね。あ、最後増田のファウルですね。増田のファウルですね、はい、ただモッチがフリースロー入るかですね。これ61対57、うん、ここね面白いですねこれ ね、 ね、あーモッチラミン、ああまず1投入りません。フリースローが安定しないので、はい、本当カウントマスローにしてほしいんですよね。ああなるほどね、増田の表情が映っています。2投目これも来ない、来ないですね。2投外した。これはハッカーモッチでモッチでファンすることが、ね、やってもいいかもしれませんよね、あこれはぶつけました、ね、本当にガードが怖いですね、見ててね、今のところもビリシベとそれから奥住で行きました。バスケットでフォーコーナーの、はい、ハーファイトからフォーコーナーアーメンコーナーって言って、まあ、行っちゃいけないところなんですよ本当はね。あそこではすぐパスをインサイド入れるかなんか考えなくちゃいけないところに結構繋いでるんですよ。なるほどね、ボールは左へ出てす牧、牧のシュート、これは来ないがリバウンド、リバウンドはビリシベか、いや失礼、奥住です。奥住がリバウンドを取りました。残り時間が3分を切ります。点差は4点。熊谷、熊谷と玉木とモッチラミンが、あーとモッチラミン、あーこれは届かない、これは届かない、届きませんでした。筑波大学ボール、あの辺の感覚がないってことですから今シュートが届かないっていうのはね。なるほどね、ということは腕のパワーがどれぐらいで打てばいいかってわからないってことですからね。今完全にフリーでしたもんね。もうフリーですもん、うん、中央、ここは早くボールを回した、相手陣内に入る、戻した菅原、ボールがバウンドパス、増田、ね、動かして左へ出す、もっとね人がカットしてもいいですね、はい、人を動かした方がいいですよ、人を動かした、そうするとこうやって開くんで、そうですよ、入りました。今みたいなもっとカットを繰り返せば、はい、多分インサイドが開くような感じですよ今電子見てるとね。今 よくねあのボールを動かして最後には牧が入っていきました。これで2点差、残りが間もなく2分を切ります。奥住、まあ、当然モッチとのピックから、はい、そして熊谷も、あ早いタイミングで打ってきた、このリバウンドビリシベ、いやーよく決めた、これが大きいんですよね。ビリシベ決めました。8点ぐらいしか取ってないかもしれないけど、やっぱりこういうところのリバウンドとか取ってくれるといいんですよね、はい、中央牧、牧から中に入れてハイポスト増田、まだ無理にスリーポイント狙わなくても2点でもいいですから、はい、もっとそう人を動いて動いて、あれですね、相手のディフェンスをずらした方がいいですね。ここで牧が行って、牧が行って戻してジャンプシュート、これは来ない、リバウンドは奥住です。まだ1分30秒、はい、1分30秒、全然問題ないですね。点差は4点、はい、ただこのオフェンスを成立させないことで、ね、6点差だと坪井の3ポイント必要になってくるんで、3、ね、ポイント2回ですからね、はい、熊谷、熊谷、熊谷のうまいドリブル、熊谷のうまいドリブル、開いた、これは来ないがリバウンド、モッチラミンか、どちらが取った、これ早い展開、取った、右へ出した、あと取った、もう一度そのまま体を預けてシュート決めた、素晴らしいですね菅原、これで残り1分を切りました。残り1分を切った、63対61。まあ準決勝1戦目も1点差のゲームでしたけど、本当面白いですね、関東トーナメント準決勝。そうですね、筑波大学は2戦連続で終盤までもつれる展開、中央から決まらない、熊谷今フリーでレイアップに見えたんですが決まりませんでした。素晴らしかったです、最後のフィンガーロールですね。さあ残り時間が30秒を切る増田、これスリーポイントは大東文化ダメですから、はい、2点のシュートは OK ですけど、はい、中に入ってハイポスト、これは来な い, 来ない、リバウンド取った、もう一度玉木戻す、牧、わあこれ、あっとそのまま山口が打て、スリーポイント逆転、山口のスリーポイント逆転、筑波大学
14秒です、まあ、西尾ヘッドコーチはデザインするからですね、10番で多分キックですね。熊谷にボールが入りました。熊谷にボールが入ってここはピックに行く、ダブルチームに行った熊谷が中央から抜けてくる、外に開いた、内角のシュート、これはこれリバウンド取る、取った